ようこそ。新たな任務にアクセスするため、ここはあれ警察学校じゃない、情報と戦利品を確保しろ、うん、敵の脅威が高いため交戦が予想される。最初まったり警察学校で相手回されるもいいんじゃないですか。まあまあ列車もうだって行っちゃってるしな。ここ列車の始発だよな多分この辺。そうだね。まあまあまあ、まあ、早速言いますね。どうせアーマーでしょこれ。そっか、サプレッサーで順繰り倒していけば少なくとも安全に。 NPC はアホだからそこは安全にいけるわけか。まあ俺撃っちゃうけど。割れてね。そりゃだって俺サプレッサーついてないもん。痛い。言うなれば俺たち警察学校をね制圧しに来ているならずもんだからね。廃墟だから。廃墟じゃないか。これ外周のコンテナ何にも入ってないな。うん、マジで何もねえ。なら建物の中行くべきだよな。あ、要塞のキーカード手に入った。嘘、もう手に入った。うん、なんだマジでポロポロ落とすの。あ、ちょ、まぶしい。やべ。え、じゃあキーカードがあればとりあえずこの辺開くわけ。要塞あるこの辺あるな。まずこの警察学校は要塞なのかという。いや要塞じゃない。要塞はマップで要塞っていっぱいある。あ、ちょっと鍵手に入った。美術館の鍵、魔毛。なんだ魔毛ってなんだこれ。なんで魔毛って書かれてるの。2回使われてるってことです。あ、なるほど。いや違う、あ、そっか、2回使われたら魔法なのか。うん、残り1回じゃないそれ。そうだね。いやちょっと装備がまともじゃないときに、じゃあどこどこ鍵手に入ったから開けに行こうかはやめとこう。てか俺今さ外側のはしご登ってんだけど、これどっかに入れるわけ。これわかんねえ。これ明らかに何かないとだよね。開かないね。リーコンドローンか。ミューニションボックスは今回持ってきていいよ。俺も持ってきてる。じゃあ俺ちょっとリーコンドローンに切り替えとこう。はい。誰か下降りてたぞ。はしごどっから行った。狙い撃ちにされてる。俺も上来て。いや何もなかった別に。上行ったところで。いや上から狙撃したいだけ。安全に。契約で得たキャッシュで装備を購入できるぞ。結局鍵ないとこの警察学校はあかんのね。要塞の方行ってみる。いいよ。警察学校の外周回ったってな。インドコだ、あれか。よし。俺このフィールドアップグレードのリーコンドローンの使い方知らんのだけど。俺もよくわかんねえ。何をしてくれるんだい。ウルトラは付近の活動が増加している、警戒しろ。あれゴーストリコンのドローンと同じだよ。一回だけ使っていい。あんな万能ドローンになる。ワイルドランズのドローン、ド万能だからね。何でもプロットできるからね、あれ。EMP つけたり、爆発したり。そこまでの多種多様な機能ありながらも、ステルスが成功しないっていうね。なんだ輸送機が爆発したぞ。あれじゃない、サムターレット誰か動かして落としたんじゃない。だよね。なんかねえか、金庫とか。
金の延べ棒を。ああ、それ8000くらいじゃなかった。うん、でかい。マジででかい。こんななんか半分廃墟みたいな建物にいいアイテムがある。鍵鍵サイド中心部の最上階アパートの鍵。なんかいいのありそう。間も思いしてない。持ち帰ろう。はい。やべ。落下ダメージはあんま削れないのに優しいな。なあもねえな。どうそこの要塞は。あ、まだ遠い。あ、結構遠い。今手に入れた鍵って C6? あ、だいぶ遠いな。結局この全体マップの詳細を把握しないと鍵手に入れたところでな、ね、どこってなる。どっから撃たれたいな。こっちこっちこっち。ああ。私この武器あと19発です。弾が欲しいか。あのそっちの弾も減ってるならそれによるか。全然はい、まあ、一応サブにショットガンは。あ、はい。で、あ、ここはお、アーマープレートデプロイカバー。この要塞を攻略しろとやってみる。で、開けるともう敵いるんだよね。とりあえずじゃあリコンドローン。リコンドローンオンライン。え、あ、そういう。リコンドローンを失った。え、なんか一緒についてきてくれるような感じを想像した。そう、そういうわけでは。なんだよ。あー、盾持ちがいる。とりあえず死ぬないようにお気をつけください。1回はクリアかな。マジ武器。上行く？上立ていたわ。オッケー。あ、待って、トラップある。ほんとだ。来た。あ、立てた。狙われてる。あ、まあ、巻いとけよ。うん。あ、全員死んだっぽいね。あと終わり？うん。情報回収しろっつって。わかった。あ、バックパックデーだ。これはでけえ。おお、でえだ。でけえわ、これは。で、ホワイトなんとかっていう。情報。あった。任務を進めるために目標を持ち帰って。落ちてるもんなんだ。回収に取り掛かるぞ。あれ、なんか、随分とあっさりした。ここ待って、足落としね。多分あれで要塞攻略したって通知行くもん。とりあえず上行く。そうやね。ワンチャン一般兵士が出るかもわからん。とりあえず脱出地点にピンつけとくか。うん、近いとこ頼むわ。なるべく安全地帯。ああ、 NPC の足音かなかなあ。とりあえずここ来た方向に一回。あ、車あるのか。車行くか。車で。あ、 NPC じゃん。なんだ
とりあえず要は済んだから帰るだけだ、ね、一旦帰ろう、うん、だってこれおそらくさ帰れないとタスク成功じゃないんでしょ、うんうん、おそらくそんな気がする。変わった通り、まあ、次左だな。はいはい。ですぐ右。あ、次この高速乗れんなら乗った方がいい。乗っちゃう。にしても SUV のくせに相変わらずハンドリングが悪い。これこのマップでハンドリングが一番いい乗り物バギーだったぞ。バギー。この辺りからパラシュートを耐えていくにはまだ遠いな。重要地点。あ、ここはマビゼ回しだ。以前ね、マビゼ回しの、ああ、なんか貯蔵庫だっけ、鍵だって手に入れたけど、普通謎解かれずだからね。あとマビゼ回しさ、橋がないよ。泳げ。動く。泳げ。汚ねえ水。今向かっている脱出地点は以前 M13B を手に入れて命からがらさながら逃げたところで、ちょっと待って、ウルトラは付近の活動が増加している、警戒しろ。なんであの連帯行動してんの、あれヘリで降りてきたんじゃない、ちょうど。なのかな、分からんけど。俺が思うにさ、ヘリで降りてくる敵の近くにはさ、多分 PMC がいると思うんだよね。PMC がいないところにヘリ降下してるところ見たことなくね。確かに。警戒すっか、じゃん。警戒しよう。呼びそうなら回収機呼んじゃって。うん。あ、つうか、じゃあ弾出しとこうぜ。あ、バレた、こっち。弾いった。バレただと、いやヘリ呼んじゃうとっとと、うん、あれも PMC、 あ、じゃあ NPC、 PMC。 いやだね、なんか。で、あ、リーコンドローンは期待外れだったな。期待外れ。ああいうのって大体探索する感じで追尾してくれるもんじゃないのかよ。ドローンのくせに。ゴーストリコン風って言ったのダメだったな。そこまでゴーストリコン風にしなくていいんだけど。このタスクさ、うん、あれちょっと待って。なんつった、何、ホワイトロータスの情報を回収したのってあなたもしかして。あ、俺回収したよ。え、そっち回収したって言わなかった、いや出たはずなんだけど、こっちは回収したことになってないわ。なんでや、じゃあもう一回か。まあいいや。いや分かんない、あの一応バックパックには入ってるんだけど、入ってるから表示バックかもしんないけど、はい、なるほど。まあいいから帰宅だ。開いちゃう。なんかタスクも誤訳でわけわかんないの途中で出てくるらしいから。あ、進んだわ。まあ進んだ、よかった。さすがにね。じゃあの武器の枠増やしたいよな、すべての幅、うん、ティア3までやって。そうすれば僕投げる。うん。あ、
全然金なさそう。しけた土地だな。しけた土地だな。破壊できそうな車もねえぞ。適当にこういうタスクやったら金入るんじゃないの？ああ、やっちゃう？うん。ミュニショックスだ。もう敵いっぱい。お。いや、スナイパーがやっちゃいそこだ。あちょ、俺はまだそのサプレッサーがアンロックされてない。なんかこれパッと見要塞臭い。そうではないだろうけど。人質を確保し救出しろ。え、何それ。あ、それが隣の家か。人質を確保しろ。なんだあれ。それ以外の人員は敵と思え。あれ PMC だろ。え、ボンネットに乗ってるプレイヤー、スコープ光ってた一瞬。いっちゃった。あ、しかもあれスリアーマー来てるわ。まあそうだろうな。そうだろうな。いや、さすがに NPC がボンネット乗らんでしょ。いや、NPC が引き連れてるのかと思った一瞬。さあ、セキュアホステージしましょうね。ウルトロは人質は自爆ベストに捨てられている。爆発する前に取り外せ。あ、これ急いで行かないといけないやつや。トラップある。うん。痛すぎ。エムテックスを投げる。ちょ、ごめん。死んだ。今助ける。え、ちょ、厳しくね。もうあとわずかだ。お前が味方でよかった。え、どこ？いた。あぶねえ。あぶねえ。つかやべえ、俺この部屋にセムテックス投げ込んでた。あ、なんか早いし。市街地にある郵便局。拾っと。あって、これ、あれだ、運んでるとき、なんもできん。ああ、拾っといた、拾っといた。オッケー。え、これ着陸地点、あ、すぐ近くや。あ、もう来て、いらしてるわ。さすがに逃げてる間、なんか迫ってくるとこはないか。いやー、PMC の接敵だけが怖いわ。あ、つかさっきの車行った先にあるエンジン、うん、ちょっと見えないけど、なんとかオイルって区画の UAV 今稼働してるね。使ってんねー。使ってるね。あの、割と危険っすよ、ここ近くに行くの。ここ UAV 範囲外じゃね。早く乗せておさらばしちゃう。あ、撃たれてる NPC に。はい、乗せちゃえ。あ、一緒に脱出してもいいって。一緒に脱出してもいいって。え、しちゃう。一回してみっかみたいな。してみるか。じゃあ弾薬をドロップする。回収機は人質を。あ、これ一緒に帰れないわ。最速帰宅時間。こういう帰り方もできんのね。なるほどね。新しい鍵がまた手に入ったから保管しておく。報酬は？まあまあ。どこだ？あれ？警察。警察。空港遠い。列車も乗れない。そこら辺のサブサイトに。
わかった。サムサイト。サムサイト。近くに。ミサイルマークないか。少なくともこの辺ないっすね、全然。沿岸の方行かないと。一番近くてここじゃん、まず。なら、もう空港行った方が手っ取り早いまである。で、近くに車あるし。脱出が目の前なの面白いな。もう帰れるじゃん。帰宅は RTA できちゃう。車ここか。こっちにもある。ん？あれ？あれ？ん？PMC じゃん、あれ。ちょっと当てた。あ、帰ってくるぞ、あれ。当ててる。あ、ダウン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 。ナイス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 。車両見よっか。オッケーオッケーオッケー。あんこ。あいつやっちゃう。ナイスナイスナイス。あ、乗り物破壊こっちも進んだ。やったぜ。あ、ここは共有なんだ。ちょっと待って、さっきのやつ警戒しようぜ、とりあえず。あっ、ダウン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 。ナイスナイスナイス。ちょっと、確殺しとくわ。あ、オッケーオッケー。自己蘇生持ってたあれだから。あ、ちょっと待って。え、2人しか見えなかったよね、さっき。今見間違いじゃなければ警察署の方に走っていく何かが見えた。嘘。待って、ここまずくね。とりあえずあそこ行かない。え、ちょ、とりあえずあさりたいんだけど。あさりたいな、あさりたいな。いや、多分 NPC が走ってただけだと思う。だといいな。あ、鍵3つも持ってる。うまっ。この人なん、あ、待って、警察学校の鍵じゃん、これ。一つ。マジか。ちょうどいいじゃん。あ、で、通話マープレートだ。急に敵の方から現れてくれちゃうやつね。いたわ。あら。やっぱり気のせいじゃなかった。今起こすわ。あ、やれた？やれた。マジか。一人だったか。よかった。やっぱり3人乗ってて、一人がどっかで降りたタイミングがあったのかもね。なるほどな。今、こっちの視点だとね、ゆっくりとそろりとあなたの方に近づいていく PMC がいたんよ。キルカメで見、うん、あれ？キックされた。どういうこと？わけがわかんない。お前もうしゃっくりうるせえよ。何キックされましたって。どんない。あれ、そっちは生きてんの？こっちは生きてる。え、俺は今起こしただけで普通に。わけがわかんない。契約で得たキャッシュは購入ステーションで活用しろ。もう一人の死体どこ行った？え、じゃあいいや、もう帰ろう。ああ。止めろや。止まんねえ。はあ、無駄にクールタイム入ったやん、俺。くそ。お前。え、てか、なんなら俺武器持って帰るよ。あ、そのスナイパーだけ欲しい。どれだっけ？これか。カストフ545？いや違う、ビクタス XMR。え、落ちてないよ。俺のカバンの中入ってねえじゃん。いや、カバンも落ちてない。キックって出たからもう何も落ちてない。俺の荷物消失した。え、そっちもう手持ちすっからかん。なんもない。どんまい。じゃあ俺が帰る間にしゃっくり止めといてください。うん、無理です。まあいいや、鍵が予想外なことに3本も手に入ったんで私帰ります。いや、でも分かんないな。
ソロの PMC が偶然いたのかもしれないし、なんかあの車2人だけっぽかったよね。うん、うん、何なんだろうな。まあドンマイだわ。あ、キックはちょっと意味が分からない。なんでキックされたんだ。なんか不正した。何もしてないよ。あ、なんか他にもやってる人いるな。何キックされたって、なぜか。そう、ツイッターで DMZ キックで調べたら。でも前さ、完全にダウンしてしまった俺とか起こしてくれた時は何も問題なかったよ。はい、帰ります。いや、なんかこの短時間で鍵がなんと6本に。よし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 。クシャークの建設倉庫の鍵っていうのがさ、うん、フルで使えるのが1本と摩耗してんのが1本、1本ずつあるんだよ。え、1本ずつ。あれ、警察学校ってさ、うん、要塞だっけ。あれ、要塞ではないと思うよ。要塞ではない。うん、でもさ、これリスポーンする場所が分かってるわけじゃないから持ってくか迷うよね。本日3回目の警察学校なるか。警察学校だけピック率高いな。本当によ。あんな PMC の車両が司令とやってくるなんてことがあったらもう怖くて。あ、なんだここ。ダメそう。いや、でも近いの。え？海岸なんてなかったはずだよ。あ、正反対もしかして。正反対や。反対ガチ正反対。そうか、じゃあさ、ボート、ここにボートがあるんよ。で、うん、サムのある空港、あ、こっちか。ああ、いいね。向かうか。あ、なんだ。パラシュート。ちょっと、LPC の頭が見えたから。この世界で唯一平和に移動できる場所、多分海岸だろ。本当かな。地上よりか、マシじゃね。まあ、NPC 少なくとも。ラッキー。そんなことあんのかよ、おい。びっくりしたんだけど。びっくりした。なんかしれっと。なんも何も持ってないな。びっくりした。いや、下の方にあるけど、これ。赤猫のカバン。なんか目星ものあった？いや、開かなかった。じゃあ、いっか。海の中だからか、バグってんのか。なんでこんな近くに出るわけ？おかしくね。あ、じゃあ空港ピン刺してって。え。はい。あ、購入ステーションここにあるわ。金ないよ。ないけど。てか、なんか、ミッション3つあるから、それで稼げそう。うん。かわいそうな PMC。なんか足を。え？なんで？俺が乗り込んでないからバグってんのか。怖いこと言わないと。なんで、トン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 って拾いだから。水面でバウンドする音じゃない。何？いや、まさかね。あんま近くに。ビビるわ。ビビる。てか、サムタレット近くにもあるけど、まあ知ってる。エアコートはこっちだ。未知の場所に行くのはやめとく。まあ未知でもないけどね、あそこに。入り組んでるからさ、俺の今の装備と戦いにくいんだ。うんうんうん。
開けてるし、前やったとこ。あ、あれあれあれ PM え、どれ、あの赤い、あ、ほんとだ、撃てちょっと動いてるから無理無理無理。あ、じゃ あ, あの挨拶だけして行こうお互いに動いてるから無理。ああ離れてるけど、うん、俺も PMC の察知能力がもうゴリゴリに上がってくる。だいぶ燃料が減ってるけど、まあとりあえずいけそう。ウルトラは契約で得たキャッシュは購入ステーションで使える。はい、もうそろ着きますよ。ね、お、エドピシアンいるね。PMC に警戒しましょうね。ああ、見えはしない。到着。あれ、ここもっと NPC いなかったっけ。あ、いた、後ろにいっぱいいる。あれ、つかサムターレットは、今回サムターレットじゃないこれない。え、これ毎回場所変わってんの、もしかして。かもしんない。さっきのあそこしかなくねえじゃん。え、さっきのところって、ああ、え、なんだそうなのか。いや、ここ空港あさって 金稼ぐくらい。まあそれでもいいし、まあそうするか。ただそっち、あのワンアーマーだから、まあお気をつけてお気をつけて。いや、そしてな、今爆発弾じゃねえんだよな。あいつらからサブ武器を配信しとく。あれ ?PMC、PMC。え、あれ ?PMC か。やれ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 。もう一人遅れてる。あれ、あ、アーマーじゃねえ、あれ。やったか、やってさ。あ、車撃って。やった。弾ならある。置くよ。弾薬あるぞ。ダウンした、一人ダウン。ナイス。ウルトラは敵の動きが活発化している。気を抜くな。バレたかな、今ので。まだいるこの辺。うん。とりあえず車返しとく。車両無力化した。オッケー。あれ、自己蘇生キット。え？やけに多くない、あれ。いや、3人、ちゃんと。一人完全に倒したのに、あ、蘇生されたのかな。いや、ちょっとな。ミューニションボックスもないよね。あれ、あるあるある。ある。弾薬があるぞ。ちょっとさ、建物。こっち。ナイフを持ってきてよかった。まだこの辺いる。ラチがあかんな。な、あいつライオットシールドやん。大丈夫か。え、何か食らったんだけど、ね。あ、まあ負け、あ、まあ負け。どうしますか。あ、一人ダウンした。ナイス。大丈夫？大丈夫。
ちょ、あの、ライオットシールドの敵だけちょっと先行してきてる。ここにいる。あ、俺今回なんで投げないと思ってきたんだ。マジで。行って。ライトシールド近い。こいつやれね。きついな。待って、あれ蘇生してる。一人近い、一人近い。やった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 。ライトシールドダウン。ナイス。あとラスワンかじゃあ。ライトシールドやり。あ、これは？あ、クリアか。3人いる？死んでるこいつも。あ、やりましたわ。オッケー。あ、スリーアーマープレート。うんめえ。これはね、スナイパーがいてあなたが助かった。おい、びっくりした。なんてか、バックがないな。これバグで消えるんだよね。あ、そうなの？他の二人はどう？消えちゃった。スリヤマプレート。え、バック消えるバグ嫌だな。全然あされないじゃん。ね、あ、でも俺シールド。ウルトラはエリア内の活動が増えている。警戒を。シールド俺2個あるけど落とす？とりあえず。あ、俺も持ってる持ってる。巻いてなかった。お、ん？刺せないな。なんか走ってる敵いる。ん？あれは、あれは NPC っぽい。さあ、どうしようか。また思わぬ収穫だけど。とりあえず空港ターミナルの中制圧する、うん、してもいいんじゃないか。てか俺もちょっと保証スロットだから武器変えちゃうか。あれ見たらダイオットシールドがね、 NPC 相手には最強の武器なんだ。それはそう。PMC PMC 空港の方。あ、本当だ。一人かな。スリーアーマーだね。あ、違う、二人いる。一人、もう一人はツーアーマー。いや違う、あれ三人いるわ。うまっ。これ逃げ？うん。さっきの後ろの方行こうぜ。連戦三パー。いや俺船座礁させちゃったよ。あれ燃料ないんじゃなかった？まあ燃料もまあないから退散しましょう。うわ、あぶね。あぶね。俺、縦背負ってっからな。大丈夫ですか？あ、こっちまだ未使用の船ある。待って、ボムドローン。ボムドローン。あぶねえ。ボムドローンで追っかけてくんだ、キモすぎだろ。これ相手スナイパーだから。あの、そう、それ、それ。でも、それ、落ちそう、俺、そっち行ったら。今、1万8000円持ってんだ。え、俺、0円なんだけど。ちゃんと漁ってないからだろ、それは。え、だってバックなかったじゃん。え？あ、いや、俺バックあるときもちゃんとね、金だけは取ってた。俺が見たときにはもうバックなかったよ。バック消えるんよ。急がないと。なんかバグで消える。いや、ちょっと、あそこで3人とまたやり合うのはちょっと厳しかったから、どうしようか。
鍵はさ、保管したけどさ、うん、アーマープレートとかも余分に持ってたら保管できるんだっけ。いや、できない。できないか。あ、つかもうサムタイルと過ぎちゃったけど、どこ向かってる今。いや、ちょっと一回帰ろうかな。離れる。あ、帰る。じゃあこれだね。うん、はい、それだね。あ、じゃあちょっと待って、その前の購入してですよ、夜は。あ、OK、 使った方が絶対いい。俺0円だよ。いや、ちょっと俺だけ、いや俺先終わったら金渡せるでしょ、多分落とせるよ。お、そうなの。うん、終わったら金落とす。あ、ありがてえ。終わった方から金落とせばいい。俺特にこのタスクも共有だったらいいのに。ほんとね、俺もこれといって成果なしで限界態勢。ウートロは敵は限界態勢だ、注意して進め。あ、じゃ DMZ の場合殴りナイフなんだ。うん、使う。一応アーマー渡しとく、減ってんなら。あ、欲しい。なんかブーンズ。はい、これてかこれスリアマベストだ。え、これ、え、あ、それダメなのかな。はあ、ちょ、ごめん、あ、でも今落とすわ。はい、ダメだわ、ダメだ。敵のヘリがやってきました。うん、やばい、リロード、助けて。あなたにアーマー渡したらもう俺のアーマーがなくなってる。でまたなんか来てね、あれ何でや。あ、リロード、まあなくなっちまうよ。金結構落ちてるじゃん。お、金金金。ウルトラは付近の活動が増加している、警戒しろ。あ、アーマー、アーマー、ああ、まあ、まあ、金金金金。要塞にキーカード3個目。サプライドロップ、サプライドロップ。まあ、いや、もう残り時間もあれだから、購入ステーションによってパパ、ん、何、 NPC です。びっくりした。ちょ、 NPC 多いんだが弾なくなっちまうよ。俺限界耐性みたいだから。限界耐性なのはこっちなんだ。敵の攻撃を受けてる。上か。どこだっけ。よし、ピン刺した。アーマー兵士。スナイパーアモ。まあ言うて俺これで結局まだ1000ドル。貧乏。あ、やっぱここでなんか弾変えないな。さすがに変えると思う。上かこれ。え、あったあったあった。あ、これか。ギア。ギアって何？あ、ミューニションボックス。アドバンスだ、UAV。警察学校の鍵バカ高いじゃん。え、鍵変えるんだ。弾薬をドロップする。GS 高。あの、それ、触ってる間無防備だから気をつけてね。OK。じゃあ、アドバンスで UAV 買ったわ。あ、俺もカウンター UAV 拾ったんだよ。あ、それ俺が持ってた。あ、で、バックパック中。あ、アーマープレート買いまくろう。よし。アーマープレート買いまくるのいいな。あれ、てかこれ使いも進んでね。あ、そっち進んだ？進んでる。なんか表示出てるなって思ったけど。じゃあ共有だね。え、終わったぜ。いいじゃん。じゃあ買えるか。あ、この車破壊しようぜ。あ、オッケー。俺センテクスあるよ。お、あ、お、お、何これ。めっちゃブーブー言ってる。無力化って言ってたけど、これでいいの？
はいはい、あ、で、オッケー。あ、もう一台ある、うわぁ。タイヤを破壊。アドバンスだ UAV。 どうしよう、次 PMC と戦うときに使うか。いや、順調ですな。まあ、でも、PMC と解析したときって、大体双方の位置締め、分かってると思うけど。いや、まあ、いや、こういう建物内でさ、んどこってなるとき。あ、びっくりした。なんで、まあ。その盾の音がでかいからさ。なんかいるんだけど。え？NPC。帰りましょう。あ、なんかカクカクしてる。でもさ、保証スロットにライオットシールド構えるありだよね。うん、枠がある。枠があるサプライドロップ、今マップ見たら3つ落ちてる、3箇所に。よし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 、強力なアーマーが手に入った。最後のリザルト早送りできんのかな。できない。ちょっとうざいこと。警察学校の鍵は持って行ったけど、まあ使わずじまいと。まあ、リスポンが悪い。うん。タチが悪いのは、スクワットは野良同士でも組めるからさ。強い野良の、あの連携ゼロで襲いかかってくる可能性もあるからね。略奪情報の確保によって任務やターゲットへのアクセスが可能になる。また警察学校は遠いっすな。現地部隊の抵抗や他の PMC に注意しろ。これ空港にもサムなし。わあ、サムサムなくね。さっきあった場所もねえし。あい、見っけたけど、一箇所、あ、もう一箇所。警察学校、警察あるよ。え、どれ？警察学校に差もある、今回。ボートは近くにいないかな。あるある、これ。じゃあちょっとボートで警察学校に近づけるところまで近づくか、向こうの方面。で、まず、あ、ここ、この辺のロケーション普通に箱美味しかったから、サウロで。わかった。もう倒せるやつは倒しちゃう。あ、バックパックで、あ、サンプレートアーマー。まずい。アーマーはちゃんと巻いとけよ。それ、あ、バックパック代入ってる入ってる、これこれこれ。あ、俺バックパック代持ってる。あ、持ってる。なんだよ。この鍵は持ってなかったはず。今ダブルスネイパーになっちゃったな。またサンプルターも、とても美味しいな。PMC 狩りをする分には楽なんだよな、スナイパー。それ。あれ、これステーションじゃん。金なんてねえ。いや、使っちゃえばね。金。あるある。でもあなたをもうキャッシュ係に任命しよう。キャッシュ係。大量にアーマー買って今 8個ある。さあ、ボート使うか。うん。あ、ガスマスクだ。どこ？うん、落ちた。
でもさ、今のところガスマスクも、意図的に汚染エリア行かない限り使うことないよね。うん、ないね。汚染エリアもなんかいまいちもう旨味がもうわからない。だって今のところ FM13M 専用ゾーンじゃん。うん。マジでそれ。タスクであいつを倒せってのがあんのかね。さあ。ボート。ナイスボート。空港方面をぐるっと回って、マップの、まあ、右の方を目指しましょう。クラクションあるんだこれ。あ、しかもちょうど車もあるあそこ。あ。あれ？サムなんか赤く光ってね。使われてるじゃん。使われてるね。あ、でもあれ一定時間経ったら使えるようにならんかな。なるじゃん。まあどっちみち警察学校の鍵あるから警察署の方面は行くけど。うん、海岸に敵がいるぞ。はい。あ、本当だ。あそこにむずい。むずい。激むずい。甘いな、まだまだ。偏差射撃に当たるじゃないんじゃないか。ああ、いい、ワンピー。弾がもったいないじゃん。大丈夫、ミニションボックスだから。俺もそうだ。あれ？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 こんにちは。ああ、上陸したね。ああ、なんか乗ってるね。あれ一人やん。え？ 144m。 いや、ちょっと とりあえず、リスクは、まあ、今回いいリスキーなことはやめとこう。今俺らアイテムに困ってるわけじゃない。あれ？トラック消えた？あ、ピンが消えた。はい。海岸沿いは安全かと思いきや意外といるもんだな、ボート使ってる人。できてないよな、まさか。いやいやいや。何も見えん。到着。あれいつまで赤いんだろう。かんねえ。撃ち落とすまでじゃね。金まで行って車を捨てて近づくか。ここマルチプレイヤーのあの建物そのまま使ってんな。そりゃ使えますでしょ。撃ち落とされるの。お？なんで？回収機じゃないあれ。だってここ回収地点近いじゃん。確かに。まあいいよ。今動いた。あ、こう一応マップのマップ際スレスレを今走ってる、うん、あ、やべ、うん、あ、これ以上右はいけないんだ、はい、こうはいえ、これもうこの辺で降りた方がいいかかもしんねえ。エンジンはうるさいかもね。
仮に敵が UAV もとき使ったらカウンターはあるから。何？一応サムだけど PMC いなくね。動かしてどっか行ったのかな。しかもこの辺空いてるしね。 UAV 使っちゃうかな俺。アドバンス怖いし、12000円だしこれ。別にまあ使えねえ。え、アドバンス使えねえ。使えない。ちょっと今これ捨てたからさ、使ってくんね。使えねえ。えこれあれかな、 PMC と快適したって瞬間がないと使えないとか。そんなことあんの？キルストリーク。なんか前もさ、なんか何かしらのキルストリーク持っててまともに使えないことはあったんよね。あ、そうなの。そう、エアストライクとか手持ちにあるのに押しても押しても使えないとか。バグだな。しかもこの辺ドア開きまくりだからもうあさった後でしょ。そうだろうね。これ鍵あるよ。プライベートロッカー室。違うか。これは違う。俺が持ってんのは学校の鍵や。ああ、てか赤くなくなったね。使えるやん。使って警察学校行きますか。うん。なんでこれサムターレットで、うち、あ、今ちょうど来てる来てる来てる。あれ回収機か。いや、あれ回収機じゃない。あれ、あのサプライドロップの来てるから。オッケーオッケーオッケー。あー、でもこれ、ダッシュタイム長っ。ちょっと安全地帯行こうとりあえず。学校のはしご登っちゃえばいい。確かに。一応中入れるけど、まあ後にするか。うん。行きそうだし。PMC がこの辺うろついてたなら敵も倒してるんだろうな。何かいた。何あれヘリ。あれ NPC ヘリじゃね。ああ。あ、なんだあれ。え、何あれ。やばい、あれ壊そうとしちゃうぞあれ。あ、あれ。NPC か。あれ止められたんじゃねあれ。大丈夫か。マジ？わからん、ちょっと これだけ距離があるといまいちわからん。見てくるわ。あ、いや大丈夫。大丈夫だけど、なっけ。警察学校の中か。めっちゃ足音すんなと思ったら行っちゃう。これ待っててもあれだし、あと15分切ってるし、うん、下来いよ。こっちここ行こうぜ。ここ、うん、まあいいや、開けちゃうね。開いた。出入り禁止エリアに入ったぞ。気を抜くな。あ、バックパック台だ。なんだ。警戒していきましょう。おー、盾。セムテックスもいい。敵の攻撃を受けてる。やってた。ナイスナイス。俺も一応セムテックスはあるから。オッケーオッケー。むやみに撃つな。うちらの一撃いった。アーマープレートが。ショットガン持ってたもんこいつ。あれ？なんかこれ外のドアが開いちゃったんだけど。反対側開けれる？これ。あら。のか？これまさかもったいないことしたと。これ。あ、ネジ、それもしかして使用回数減ってる？減ってる。あー、終わった。もうバカ野郎じゃん。それはバカ野郎。ここしか開けれないの？ショッペ。あー、やらかしたな。やらかしたって言ったって、どっちみちこの鍵1回しか使えないし、もう。なんだ、鍵の耐久1個でも全てが開けるとか、そういうわけじゃないんだ。みたいだな。あ、UAV 起動。上にめっちゃいない、これ。でも使っちゃったし、まあ、実際上にも開けれるところたくさんあったしね。ね。
もう鍵ねえよ。なんだよ。上の方が美味しかった説。ちょっとリバイブピストルあったから。これで大丈夫だ。あ、間違った。違う違う違う。あ、ミューションボックス使うのに。待って、間違ってリバイブピストル使っちゃった。あれ、ミューションボックスどこ行った？あ、これで、あ、で、奥ね。はい。弾薬あるぞ。え。やべ、俺間違ってリバイブピストル使ってなくなっちゃう。これサムターレットであの救援物資を撃ち落とさなきゃいけないんだよな。つうかこれ近くにいないと進まないなのかな。終わっててもいいもんな、さすがに。で俺今キャッシュがそこそこ溜まったからどっかで使いたいんだけど。この辺あるか。ああ、ここの回収地点付近あるわ、帰るところ。ああ、いいね。じゃあ摩耗した鍵手に入れても、特にこういう広いところじゃ全然使い物にならんじゃん。この空域は我々のものだ。でさ、サムターレットを撃ち落としてくれりゃいいんだけど、都合よく通りかかって落としてくれるもんかな。敵のサプライドロップをロックオンした。あ、来た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 。でサプライがあるところに行かないと。そう、取んなきゃいけないんだよね。そうそうそう。命中を確認。多分、落ちた場所はマップに表示されるから近くの車を確保しておこう。なんか落ちたようには見えないけど。出た出た、この辺だ。これ普通に、あ、NPC いる。まあどこでも別に行けるな。行け。アーマープレートを持ってね、あんたら持ってるやん。要塞。あ、グレネード。アーマープレートいっぱいある。ありがてえ。バックパックフルだ俺。いただきます。これで要塞か。あ、おいしいおいしいおいしい。あれ、ピン消えちゃった。どこだ？もう近い近い。この車破壊しとくか。セムテックスを投げる。こて。車を排除した。進んだね。はい。あと1台じゃねこれ。うん。あと9分。こんぐらいの時間になるとフィールドにあとどんぐらい PMC が残ってるかなんだよな。この前残り1分で帰ろうとした時に襲ってきた PMC を帰り道にした、はい、いや意外と残ってるもんなんだよ。意外と残ってる。それともギリギリを攻めていたのかもしれないし。かもしれない。ウルトラマン、敵のサプライドロップをロックオンした。また あれまだ動いてんだ。いや、一つでも回収できないから、ほったことしてる。貨物をタックマップにマークする。あ、またピン消えちゃった。あ、ナイス。え、これ、どんなところに落下したわけ？あ、この建物の端っこか。なんかこの辺、あ、格納線なんか。なんかいね？なんかいるね。あ、これ取得にちょっと時間かかる。え、あれ PMC？ そんな気しかしないけど。これリバイブピストルある、ここに。偵察飛行を要請する。UAV 使えたから使った。UAV が配置についた。ちょっと見てみるわ。あれ PM NPC だわ、あれ。スタックしてるの。弾薬があるぞ。オッケー。帰るか。近くにショップもあるから。で、あの脱出地点のところに車も落ちてるけど、まあこっちにもあるな車。あれ破壊しちゃおう。あれ？これか？あ、こっちか。
はい、OK。いいね。で、あとはキャッシュ使って帰りましょうと。うん。救援物資の中身、まあ、大したことなかったね。そんなもんかって感じだ。ほーんって感じだ。金タスク、キャッシュ獲得タスクは先に終わりそうだな。ね。あ、金。金。あれ回収地点、あ、あっちか。あ、レジ回されるとこ。あされあされ、銭逃げばってけ。あ、まあ、プレイク。あ、金の延べ棒。マジか、うまいな、それ。うまい。それショップで売って金にして。うますぎ。こういうのって金庫に入れとくもんじゃねえのか。あ、サム終わった。サムサイトが制御不能だ。近接航空支援は行えない。ああ、ショップどこだっけ。ショップがあの回収地点のもうちょっと。あれ、うん、いい？いや NPC っぽいな。わざわざ回収地点から離れるわ。人によって回収地点違うかもしれん。フレーズ読んどいた。回収ヘリ30秒で帰るからパッと済ませよ。まあそうだね。何買うか、アーマーいっぱい買うのが一番楽なんだよ。はい、売却売却売却。お、あ、そうだ、売却も。で、ギア。はい、オッケー。なんだ。アーマーレンダ。あ、失敗したな。でもこんだけ金あったならなんか武器買って持ち帰ってもよかった。そっちはその方が良かったでしょ。バカ野郎。俺3,4千くらいしかなかったから今の分だけ。大量のアーマープレート放置系兵士になってしまった。ないでしょう。じゃあバカだな、アーマープレートばっかり。せっかく鍵使ったのに、こんだけか。しょっぱかった。あれ、上層階からロック解除したら、仮想に降りれたとかあるのか。いや、ないよな。いやー、さすがにない人は。うん。もったいね、アーマープレートばっかり買って。これからいくらでも手に入るから、ね、武器なんて。なんだ。はいはい。なんか重要な物資手に入れて帰ってきてんな。なんだこれ。ん？あ、なんでもない。アルマズラへようこそ。新たな任務にアクセスするため、探索し、情報と戦利品を確保しろ。敵の脅威が高いため、交戦が予想される。なんか USB メモリのハードディスクってコンピューター見かけたときぼちぼちチェックしてるけど、あんまり見かけたことないんだが。マジ？こんばんは。普通の棚に置いてあるイメージだわ。ああ、まあまあ。まあまあ。それもそうかも。ちょ、先にその HVT なんとか、キーエリミネーション、うん、キーエリミネーション。近くにある？あった。マジか、すごいな。都合がいいわ。出来すぎだわ。出来すぎだ。家切りましょう。いや、気をつけろ。リスポーン直後がなんだか最近怖いぞ。NPC がしれっとよく通りかかったりするから。
あと、リスポーン直後、スリーアーマープレートがマックスじゃないから、巻いておこうな。なんでマックスじゃないんだろう。わからん。マックスで帰ったのになんで位置削れてんの。ヘリから降りるときにこけたんでしょう。ウルトロは敵の動きが活発化している。気を抜くな。しょうもねえことしやがる。こういうところの棚にはさすがになさそう。ハードディスクなんて。うん。お？ゲームコンソール。これ絶対違うよね。コンピューターじゃねえの。なんか今遠くから銃声したな。SE 方向から聞き間違いしなければ銃声がした。うん。SE か。え、左すぎね。SE って。あ、A 級か。やべ、こっち A 級。あ。こって。死後に宙吊りになってる。そいつはわしがやった。そう、妖精なんだ。永久買って。ウルトラ確認へ。あれはカルテルの妖精、モントーヤだと思われる。死体から身元を確認しよう。なんか、なんか賞金首殺したらしい。え？わからん。どれが賞金首ですか。まさか。え？知らん。え、こっちから すれば全員ただのモブなんですけど。え、どれ？わかんねえ。どれだよ。ほっとくか。あの、アナウンサーは気まぐれで言ったのかもしれないし。気まぐれ。あれ、どれだっけ？これか。あれあ、それやね。音か下に兵士いる。そいつか？アーマース、全損したんだけど。ここあるよ。オッケー。まだ。え、ちょ、買って。うん、バカ硬い。あ、逃げる、逃げる。契約で得たキャッシュで装備を購入できるぞ。そうか、もうキャッシュ。あと使うだけだよね。うん、そうだね。このモードで緑レーザー自殺行為だよ。今のそれはそうだ。結局。誰が重要人物だったんだい、いつ死んだんだいっていう状態なんだけど。それ。あ、バスケしようぜ。いやいやいや、違うが。めっちゃパソコンありそう。うん、なんかめっちゃパソコンありそうだよ。バッテリーじゃないんだよ。USB ケース。電子部品。あれそっちに USB。あ、ハードディスク。あ、今、出た。あ、じゃあ、そういうのめっちゃ楽だな、マジで。とりあえずこれ始めるか。うん。で？待てよ。HVT 破壊できるようなもん持ってなくね。奴は賞金首だ。処刑を許可する。あ、違うな。ごめん。あの、HVT で勝手に戦車みたいなもんだと解釈してたけど、ハイバリューターゲットだ。俺もそうかと思ったけど。いや、だって、戦車っぽいじゃん。思い出したよ、ちゃんと俺は。高価値目的だよ。高価値目的。え？この建物にいるっちゅうことだよね。要するに。かな。はしご的なものはないっすか。ウルトラ1に通知する。ターゲットの位置に接近しているぞ。怖っ。めちゃくちゃ硬いやつかもしれないし。なんか殺した。
え、あ、は、排除完了した。おっと。鍵を HVT なので、あ、鍵あった。はいはいはい。で、鍵を使い、施錠されたスペースを解除せよ。これ、待って、今拾った鍵って。クロックリペアツールと書かれた鍵。F7。ウルトロは、エリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。これね、うん。探さんといけないね。ここではないね。F7 だったっていう場所は。それを探すのか。なんとも。しかもこの鍵情報が少ないぞ。クロック側面にクロックリペアツールと書かれた鍵 F7 としか書かれてない。クロック、あ、時計の修理？待って、それ知ってるかもしんない。そう。F7 でしょ。前ね、時計の修理道具が必要。一回 F7 以降行ったら思い出すかもしんない。ちょっと待って、この辺コンピューターがたくさんあるんだけど、電子部品しか入っとらん。あ、ハードディスク結構回収し。いや、多分、今ハードディスクこれ、回収してる？3個持ってる。あ、あの、進んだようには見えないから、多分回収、あ、そうだね、回収したらこっちのタスクも進むんだろうね。うん、そっちハードディスク1個持ってるでしょ？え、俺持ってないよ。あ、1個もないね。あと1個いるじゃん。あ、いや、1個持ってるわ。ごめん。なんで？じゃあ、4個だっけ、確か。ハードディスクは。せやね。とりあえず F7 付近に行けばいい？そうそうそう。F7 だから、まあ、この辺か？まあ、とりあえずこの要塞ピンしておこうかな。車の方に使う。あ、もう知らん。知らん知らん。ハンドリングが悪いな。86みたいな色しやがって。タコみたいなキーホルダーぶら下がってる。本当だ。え、何これ。え、これドアミラーじゃね。ドアミラー。これどう見てもドアミラーよ。こんなとこにミラーつ。もうちょっと上じゃねえミラー。脱落してる、左側のミラー今。これこのバイパスに乗りたいんだけど、ね、まあいいか。その F7 でその時計台なのかどんな時計なのか知らないけど見覚えがあると。そう。いや、前に一回一緒に登って、そう、なんか謎の箱が置いてあったよ。謎の箱、あの時計台修理の鍵みたいな、そんな感じのやつ。へえ。ところで俺今向かってる方向で合ってるよ。 F 合ってるよ。あの、今ピン刺してる要塞の方行ってくれればいい。はいはい。まあちょっと要塞行き過ぎだな。この辺がいいのかな。わかった。つか設計図持って逃げようとしてるやつら近づいてきてる。なんか追いかけてることになってるのがある。もしかしてえつかあれじゃね。え、左に俺まだ見えないけど。え、ああごめん、ちょっと。てかこの辺確かゲートに強い兵士いたから、あんま削れすぎじゃね。あんまない。俺渡せるよ。欲しい。ああれだろ、時計台どう見ても。そうそうそう、あれあれあれ。ちょっと待って、落とすよ。じゃああそこ前登ってね、鍵があったんよ、はい、ありがとう。なるほどね。それは助かる事前情報だ。ちょ、これうまいことさ、パラシュート開いていけないかな、高いとこから。ほぼそんな都合よくいけるか。ダメだ。あ、でも普通に兵士いるし。やっちめえ。グレネードだ。はしごどこだっけこれ。
わからん。あ、いてていてて。あったあったあった、中だ。はいはいはい。登っちゃいましょう。うん。で、この上行くのめっちゃ怖いんだよな。これか。オッケー、解除した。あ、キャッシュでさらに鍵。いいね。この鍵は？ハフィドにある船の一等航海士の貯蔵庫を解除可能。え、これ B ハテナって書いてある。B ハテナってことは、少なくとも海岸にあるナンパ船か何かのことを言ってるんでしょう。これだろ。一瞬で分かったわ。なるほど。絶対これで。あなたにあんま渡したせいで俺もうこいつらからあんま回収しない。こんなもんか。ナイス。まだいいの？まだいいの？どっから撃ってきた？あ、いたいたいた、下にいる。この辺に見えるけど。あ、いたいたいた。まだいいんだけど。もう降りちゃおう。敵の攻撃を受けてる。うぜえ。あ、USB メモリあった。ために物資を持ち帰ってくる。回収に取り掛かるぞ。あ、アマプレートめっちゃある。いいね。行って。この辺建物多いからさ、高所から撃たれるんよ。あいつか。あと11分だし、 B2 の船に行くのは今度にするか。うん。回収地点ここの前にショップ、ショップここにある。近いね。ショップ近い。ショップ行きますか。うん。してねえか。てかショップであんま買えばいい。そうそうそう。金はいっぱいある。こんなの任務あるけど、まあいいや。ノーパソ。あ、つか任務でね、コンピューターをダッシュせよってあったけど、それは違った。え？今ノパソは拾ったけど、コンピューターがあるわけではないかな。いや、一応コンピューターを見つける場合はもうタスク進行してクリアになってるよ。あ、終わった。こいつら柔らかいのはいいんだけど、アーマー着てないっていう。ね。あ、要塞の機関。多いな。多いな。多いな。俺らとっとと先に来てんだ。あ、ここ便所。お。うわ、多いな。なんないよ。アーマープレート。あ、そう。
ショップこっちか。ショップ、そっちか。バッグでかいから武器購入してしまうか。武器、結構高いな。フェネック欲しいけど、いや。あ、自己蘇生キットだけ買っとこう。武器よしよし。あ、フェネック2万5000円すんの？そう、高い。え、エアストライク買っとこうかな。いいんでね。待って、俺は手持ちって、あ、自己蘇生キットは持ってるし。あとはさ、通常プレイであれば、うん、多分ここで不用意に金使ったら回収時の経験値減ることになるよね。まあそういうことだよね。まあ俺は経験値いらないんだけど。そういえばそうだ。もうあなた250じゃん。今シーズンレベル上がんないよ。今シーズンあれまだ始まって1週間かそこらじゃなかったっけ。そんくらい。いやちょっとバトルパスブーストとあのトークンブーストでもうシーズン終えてる。終えてる。でも迷彩チャレンジはもうめんどくさくてもういいってなっちゃった。やらんかい。だるい。もうあと金迷彩出してないな。あと 2,3 本だけだからもういいでしょ。あ、あれ何？さっき鍵を使い施錠されたスペースを解消せよってやったよね。やったね。進行してなくね？俺そのタスクどっから見るんだ。いまだにタスクの見方が分かってないんだけど。え、あのマップの左に書いてあるじゃん、タスク一覧。俺は書いてない。え、あーマップあったあった。鍵を使い施錠、なんかおかしいと思ったんだよな。鍵一応まだあと1回使えるんだよ。反対側にもあった、もしかして。あそこ塔2つあったよね。スペースを解除せよ。あれさっきの施錠されたスペースじゃないよな。だけど一応鍵は使えた。まあ一回クリアしてみたら進むかもしんない。なんかそういうバグも、まあ、ひょっとしたら浜から解除する場所間違っていた説があるけど。まあどっちみち時間ないからもう一回来ればいい。うんうん。いや、ちまったな。マジか。タスク1個しか進まない。はぁ、あ。は？何？ PMC？ だね。だね。PMC だね。アドバンスリーエビー。待って、あれさ、来たところで、俺、エアストライクもあるからさ。あ、いいね、いいね、いいね。それで行こう。多分これ、回収機来るでしょ。弾薬があるぞ。ありがて、ありがて。とりあえずヘリ来るの、まずは。うん。あ、違うヘリ来たけど。あ、あれ回収機か？あれでしょう。回収機の向きいい方だといいな。中打ちやすい感じの。そうだね。これあれ着陸したらとりあえずエアストライク指定するよ。うん。ちょっとレーダーのアドバンス使うの早かったんじゃない？早かった。敵には察知されてね。うん。OK、いずれ。下。あれは壊れない。え？おーい！くそ。あれ、中入る前に使わなきゃダメだったね。変えられる。くそ。いやまあ知らなかったからしゃあない。なんか厄介なヘリがいるな。帰るか俺らも。くそ。おお、何になってるのあれ。
怖いから家の中いる。マジで何を狙ってんだ。なしたの。わからん。ぶっちゃけああいう帰りかけの PMC を根こそぎ倒すってのも至難の技だよ。うん、今のね、入る前にエアステレックしたら多分根こそぎ死んでた。いやでも大抵の PMC 乗るまでそんなさ、体さらけ出さんでしょ。今めっちゃさらけ出しまくってたから、ね、マジです。ちょっと遅かったな。じゃあこれエアストライク使ったことなかったからあんな感じなのも知らんかった。ね、マルチでも使ったことないの。今のところセットしたことないもん。嘘だろ。今あ万年そうだよ迫撃砲。あれ指定した場所まああんな感じでやる。そうなんかいろいろ指定ね。まあいいや。くっそー、まあいいでしょう。とりあえず大盤振る舞いは進んだ。あと USB メモリとハードディスクがいくつ回収できてるかな。これね、まあ当たり前のように PMC もレベル3は負けてんな。やってれば簡単に手に入るしな。USB とハードディスク1しか積んでねえ。なんかもうちょっと集めてた気がするんだけど、表示バグ。1試合に1しか進まない縛り。ダルすぎるそれは。へえ。だいぶレベル上がったな。あ、ハードディスクあと1個だ。あ、本当だ。で、これやばいな。キーエリミネーション の, さっき手に入った鍵の摩耗状態だから、あと、開けれるの1箇所なんだよ。1箇所。だから、施錠されたスペースってのを見極めないと、また鍵取りに行くはめになるよ、これ。